はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はこちら、麦とホップ、第3のビール、麦とホップの冬小麦、限定製造、アルコール度数 6%、この冬だけの滑らかな飲み心地、素材が良ければそれだけでうまい、原材料名が、発泡酒括弧麦芽と発泡酒括弧麦芽括弧大麦麦芽と小麦麦芽括弧閉じ、ホップ大麦とスピリッツ括弧大麦です。このさ括弧の中にさ括弧つけてさあれしてるからすごいあれですね。カッコの中にさらにカッコがあるっていう。ややこしい。カッコの中にカッコってなかなか珍しいですよね。なんていうか。普通そんなに使わないもんね。カッコの中にカッコ入れるってこと、ほぼほぼ使わないわな。じゃあ、完璧。あ、なんか甘いぞ。なんか甘いぞ。今日も、こちら、キムチを食べながらね。なんか甘いな。麦とホップも赤、そういえば売ってたな。麦穂の赤も売ってたな。普通に美味しいんだよね。麦とホップも普通のやつも美味しいけど、赤も美味しいですよね。なんだろう、この優しい甘さがあるね。うん。麦とホップだけで作ることを貫いてきた麦とホップが、季節に合わせて素材を厳選、秋に種をまき、冬を越え、初夏になって収穫されるフランス産の、冬小麦、括弧麦芽を一部使用。雪のように、きめ細やかな泡と滑らかな飲み心地のこの冬だけの麦とホップです。滑らかな飲み心地。滑らか。滑らかっていうか、単純に、まあ苦味もないですね、確かに。むしろ逆に甘い、なんか、甘さが非常に強い。それと同時にちょっと、アルコールの臭さもある。まあ 6% だからか。アルコールの風味もちょっと強いですね。まあそんなに気にならないけど。まあ、麦とホップ安定して美味しいですけど、この麦とホップのこの冬小麦は明らかに甘い。明らかに甘さが気になりますね、これ。麦穂の赤。
赤も美味しいんだよな。まあ、第三のビールだけど、安定して美味しいよね。うん、麦とホップはね。そう、ダイソーでですね、今日こんなものを買いました。じゃん。昆布飴。自然がくれた美味しい贈り物。これ皆さん食べたことあるんじゃないですか。いや、俺はあったんですけど、昔、ガキの頃。食べたらね、久々に食べたわ、これ。中開けると、オブラートが包まってるんですよ。知ってますか？オブラートって。普通は、粉薬とかを、ね、飲むときに、使う。なんか、でんぷんの塊？塊っていうか、薄いね、薄いシートみたいなやつ。もう今じゃさ、オブラートってほぼほぼ死語みたいななんて、ないんじゃない？あれ結構難しいんだよな。オブラートって、使うのが。すごいむずいんですよ。薬を、粉薬を入れて、で、包んで、で、一回だけね、ポチャンって水に入れてすぐ出すんですよ。で、そうすると、うまいこと、包まれるんだよね。まあ、使わねえからなんな。オブラートなんて、まあ、使わんからね。俺薬めちゃくちゃいろいろ飲んでるけど、もう大概丸いさ、ねえ、薬だったりとか、カプセルだったりとかするからね。粉薬っていうのは大体そもそも。もう今売ってんのか、粉薬って。風邪ひいた時に粉薬飲んだけど、なんだろうね。あれ、粉薬と、普通のカプセルとかのやつ。あれって結局、多分吸収率とかがあるんでしょうね。いわゆる。粉薬の方が、ね、すぐ吸収されるとか、そういうあれなんでしょうね。オブラートって本当に多分今の、若い人誰も知らないんじゃないか。あ、これこれ。ボンタワーメンっていう、このダイソーとかで売ってるんだ、これ。ボンタワーメンっていう、ボンタワーメンだっけ。これすげえうまいんだよ。オブラートで包まれてるんですよ。柔らかい飴なんだけど。ね。で、そのオブラートの存在が知らない人は、その、包み紙が、ね、くるまれてると思って、そのオブラート剥がそうとするっていうか、剥がして食べてたりするんですけど、これはオブラートごとそのまま食べるんですよね。このボンタン飴はね。オブラートっていうのは、まあ、いわゆるあれだよ、でんぷんですよ。米みたいなものだよな。米を、もち米とかって、ほら、米ってくっつくじゃないですか。海苔みたいな代わりになるじゃん。まあ、それですよね。いわゆる、でんぷんの。でもさ、オブラートって、
昔、ガキの時、ばあちゃんの、オブラートをさ、すげえ食ったことあるわ、なんか。なんかばあちゃんが一応、そのオブラートを持ってて、なんか薬箱みたいなのに。で、面白おかしく食べてたの。食用じゃないのに普通に食べてたから。まあ食べても問題ないんだけどさ。年取ると、よく薬飲むときに、咳込んだりとかするんですよね。するようになるんですよね。うん、なんで、それ、特に粉薬とかで、なるんですけど、まあ、それをオブラートで包んで、粉薬を包んで、まあ、飲みやすくするっていう。最近だと、ゼリー状の、ゼリーの、なんか、やつが出たっぽいです。オブラート、ゼリー状のオブラートみたいな。子供に飲ませたりするやつね。このオブラート本当に難しいんですよね。あんまり使い方が、なかなか難しい。一回水にね、コップとかの水にこうつけるとね、くるんだ後つけるんですよ、一瞬。そうすると、うまいこと。進まれて、水によってちょっと溶けることによって、なんて言うんだろうな。溶けることによって、隙間が、隙間がなくなって、こう、うまいこと、なんて言うんですかね。うまいこと、隙間がそう、なんて言うんだろうな。くっつく。くっついて、うまい形になるんですよ、これ。確かそういう風な使い方だったと思うんだけど、オブラートって。オブラートね。これな。本当にこのボンタン飴が懐かしいよね。俺も確かにね、粉薬ね、飲むの苦手なんですよね。どうだったかな？なんかするとすげえ飲みやすくなる。どうやったっけ？なんかね、飲み方があるんですよ。粉薬って。実は。俺も最近ね、咳込んだりすることが多かった。これ確かね、いい飲み方あるんですよ。これコツがあるんだよ。あれ、どうすんだったっけな。粉薬、どうやって飲むんだったっけ。ちょっと待って。
飲み方のね、コツがあったはずなんだよ。前それで飲んでたら、スルッと飲めた。うん。全然飲みやすかった。あ、そうだ。最初に口の中に、飲む前にすでに口の中に水を入れとくんですよ。若干っていうか一口分ぐらいちょっと水を入れとくんです。あえて。で、その口の中に水が入ってる状態で粉薬をバーって入れて、んで、コップにまた水を用意して、それで飲むって。それと一緒に飲む。これをしないで、普通に、口の中に何も入れないで、粉薬をバーって入れた後に、水を飲むと、よく、むせるんですよ。で、粉薬とかむせると本当にひどい、辛いんで。確かそうなはず。本当に大人でもね、結構むせたりするんですよ。下手な人っているんですよ。下手くそは下手っていうか、ようわからないけど。ググったところによると、うがいをするときと同じ程度、口に水を含む。そのままうがいと同じ要領で、上を向く。舌に当たらないように、喉の奥に溜まった水たまりへ、粉薬を投入。で、上を向いたまま水と薬を飲み込む。なるほど。まあ、結局のところ、最初にもうすでに水を口の中に含んどくっていうことですね。これは。最初にすでに入れといて、その中に、その口の中に入ってる水の中に、粉薬をバーって入れて、で、また水と一緒にゴクって飲む。こうするとね、ほとんど、むせないです。うん。だから、うちのばあちゃんはね、本当に毎回ね、毎回のごとく、むせてましたね。確かにね、俺、若い時は本当に、そんなことなかったんですけど、うん。30歳ぐらいになってくると、確かにむせるんだよな。あれ何なんだろう。不思議ですね。粉薬で普通に飲み方、普通の飲み方してても、むせたりするんですよ。あれ何なんだろう。まあ、オブラートっていうのはなかなかね、今現在売ってんのかどうかもよくわからないけど、見たことないな。こんなオブラートって。ほぼほぼなんか塩みたいになってるね。まあ、とにかく、ボンタン飴っていうのが、あるんですが、まあ、そのね、キャラメルみたいな、やつに
オブラートが包んであるんですよね。これちゃんと食べられますか？まあ、ぶっちゃけて言うと、そもそも粉薬って、いやでもあれなのか、まあ俺医療関係者じゃねえから分からへんけど、粉薬っていうことはやっぱりあれなんだね、あのカプセルとかにしないってことは、やっぱそれだけ吸収がね、吸収されやすいわけですからね。まあ早めに吸収されることを想定してるやつなんですよね。うん。粒状の薬だと、やっぱり、あの、口の中に入れて飲んで、しばらくはやっぱり溶けないわけですから。でも粉薬だったら、まあ一瞬で溶けますからね。ボンタン飴の、オブラートは、くっつくのを防止するために、オブラートがくっついているということみたいですね。あ、へえ、ボンタン飴にパイナップル飴っていうのがあるらしいぞ。知らねえ。生姜飴っていうのもある。さつまいもキャラメルっていうのもある。うわぁ、こんなん知らんわ。ボンタン飴しか見たことねえ。え、ボンタン飴のお酒なんてあるの？うっそー。酒なんてあったのか。こんなん見たことねえぞ。え、ボンタン飴の線香なんてあるの？はぁ、あ、マジかよ。でもこれ美味しいですよね。ボンタン飴もね。飴っていうか、あの、半練り状のキャラメルよか、キャラメルというか、キャラメルよか柔らかいよね。うん。なんていうか、ゼリー、固めのゼリーみたいな感じかな。うん、まあ、駄菓子屋とかで売ってます。駄菓子屋とか、まあ、今ないと思いますけど、まあ、スーパーの駄菓子コーナーとかに行くと、まあ、ほぼほぼ売ってますね。ボンタン飴っていう、ね。うん。南国の特産品の、ボンタン。ね、グレープフルーツみたいなやつね。食ったことねえな、このボンタンなんて。見たこともねえし、食ったこともないね。はあ。ボンタン飴は確かに美味しいんだよな。パイン飴みたいなもんだよな。まあ、パイン飴は完全に飴だけどな。昔そう、あれな。オブラートでさ、遊んだ。オブラートにさ、ペンとかでこう、絵とか描くんですよ。で、それを水に浮かべると、あたかも、水に文字が書かれてるような、ほとんどあの透明になるんで、透明なんで、水に入れるとね、
水の上に絵が描かれてるような、見えるんで。それで俺ガキの頃遊んでた気する。小学生の時に遊んでた気がする。今思えばなんかもったいない気がしますね。うん。まあ、オブラート、まあ、オブラートは食べ物じゃないけど、なんかもったいない使い方してるなって今更思いますけどね。懐かしいですね。オブラートなんて。まあでも、まあ今でもやっぱ売られてんだろうな。ボンターメン、ボンターメン、オブラートな。ちょっと甘い、これは。麦とホップ。ちょっと甘いっすね。甘さを除けば、まあ割と良かったんだけど、ちょっと甘いな、やっぱな。3433です。ご視聴ありがとうございました。